おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。由々しき事態が起こりました。無理ゲーと言われてた縛りがあるじゃないですか。いつもね、もう皆さんもう見飽きてるんじゃないかと思うんですけど、竜王とシドウを行ったり来たりするあれです。そう、竜王とシドウを行ったり来たりするあれです。あれがですね、30日を突破してしまいまして、だいたい1日に2時間ぐらい僕生放送してやってるわけですよ。それを30日ってことは、60時間ぐらい、あれに時間を費やしてるってことになるんですよ。60時間あったらもうちょっとなんか色々できるやろ。30日かけまして、最高到達点はですね、赤目のデスタムーアです。赤目のデスタムーアに行って、4戦中、0勝です。30日かけてな。なので今回はですね、SP 解禁します。装備解禁します。おしゃれ着解禁しません。はい。SP を緩和した状態、かつ、森レンタルという条件を、そのまま使って、それで、挑んでみたいなと思います。はい。まあ、概要ちょっと置いとくわ。どんな感じか。うん。だから、今回はね、スライムや炎の戦士がね、毎回出てくるってことはないです。はい。それでね、パーティーも組んでありますんでね、やってみようと思います。まあ、言うよりね、やってみた方が早いんでね、早速やってみましょう。装備解禁したら強いべ。ぶっちゃけ言ったら。なんでね、今回はね、竜神王の剣をね、背負って、こんな感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。お供はですね、森レンタルということで、大魔導を採用しました、今回は。で、炎の戦士出てきました。結局出てくんのね、君。あら、結局出てくんのね、あなた。さあ、森レンタルチームが挑むね、1戦目。デスタムーアです。まあ、白目なんで、赤目なんですよ。僕は要は赤目なんです。そう。まず、白目を突破しないと赤目にすらいけないんで、このチャレンジはいきなり失敗してしまいます。行きましょう。白目に弱ね、赤目を出せ、赤目を。行くぞ！とはいえ、主人公を入れた以上、避けられないことがあって、それは、まあ、言わずもがな、つばぜり合いですよね。2ターン目にこいつは仕掛けます。はい。で、装備とね、SP をね、解禁してあるんで、かなりね、戦いやすいんじゃないかと！オッケー！ドラゴンブレイク開始に決めていく！さあ、大魔導いきます。スライムの代わりに台頭した、大魔導。どこまで活躍を見せてくれるかね、ちょっと期待したいところですね。さあ、いつも見た炎の竜巻いつもの炎の竜巻です。さあ、一旦目よ。現魔剣やばいね、それ。主人公が混乱しちゃうとやばいね。どんなもんだ？わー、まあまあ食らうな。まあ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 。で、ここはつばぜをします。よし。ここで負けちゃったらもう挑戦が終わるからね。挑戦終わるからね。セリカッター！オッケー！最低条件はクリアしたね。さあ。とどめ放題だとは乗せるだけです。あと SP がね、使えるんで、次のターンは確定防御します。これいいね、ベギラマ。これベギラマいいね。確定命中っていうのがやっぱね、安心できるわ。で、風のマントを張ります。で、このターンはね、一安心できますね。こっからですよ。まだね、油断を許さない状況。2700っていう体力はいいんですけど、こいつら耐久ペラインで、ああ、自まれしたよ。行くぜ自まれ。自まれはしてほしくなかったな。火炎撃か。威力は高いんだけどね。はい、よいしょー。いいね。3391。地獄の竜巻ね。オッケー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 。別にいいよ。これはね、防げるんでね。問題ないです。赤目にはね、ちょっと挑みたいなと思ってます。白目に負けたらちょっともう、何も言えないんで、僕。さあ、ベギー玉打ってって、まあ、このターンにとどめボーダー乗せるのは容易ですな。はい。オッケーいいよ。さあ、ファイヤーいけ炎の竜巻発生いくぜぐるーオッケ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 ー。勇気たまった、勇気たまった。で、ドラゴンブレイクいって、ゴーよいしょーオッケー波動されていく、遅延をされていくわけですよ、こうやって。まあ、遅延されてもですよ。5ターン目にこいつ使わないんで大丈夫です。幸いなことにこいつ5ターン目に使うことはないんで。5ターン目に使ったらあーの原因だったんですけど。大丈夫ですね。この調子ならね、問題なく勝てるかと思います。白目なんでね、言うて。言うて白目ですからね。あと、装備と SP を解禁したら、さすがに森連でもいい勝負できるんじゃねえかなと。エビルテイどんぐらい食らうんだろういたで、いった1000食らうの結構食らうんだね。ドラゴンメイクよし、まあ、とりあえず白目を超えたな。でもさ、やっぱ耐久不安だな。スライムにしても大魔導にしても、やっぱ耐久不安がね、ちらつくな。いけパッチョーさあ、パッチョアタック来ました。隕石が落ちてきました。いけパッチョーおらーまあ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 、白目は可愛いもんですよ。問題はね、SP と装備を解禁したら、赤目を倒せるかどうか。そして森連でいけるかどうかって話です。そう。ここですよ。宿敵は。4戦中、1回も勝つことができなかった。幻魔王、デスタムーア、赤目。まさかこんなにこいつが強いとは思いませんでした。さあ、赤目デスタムーア。HP は6900。このボーダーを削るのも大変なんだよな。どうしよう。1ターン目に確定防御挟んじゃうかも、いきなり。ちょっと早計かもしれないんですけど、2ターン目つばぜりをかけたいんで、1ターン目に風のマントして、2ターン目につばぜりします。怖いのはやっぱりね、主人公が止まっちゃうことの方が怖いんで、個人的には。さあ、火炎撃おいはい、オッケー !418! いいダメージでね、鉄の続きのこと大違いだあ、いいねそれ、炎の続き。弱点取れるよ。いけオッケー !342! いい打点取ってるよそう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 、これ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 。これフリーズ炎とかこんなんさ、炎の選手とか食らった日にはさ、もうどうしようもないからね。オッケー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 、いいよいいよ。大魔導はベギラマ打ってくれればいいから。そう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 、安定のね、火力が出るからね、ベギラマ。いけよし !327! で、出てる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 。で、ここをつばぜりします。ここで勝たないとちょっと、勝利プランが何も確立しないんで、勝ちたいですよね。よし、オッケー最大取ったよ。よっしゃ、オッケーオッケー勝利見えてきたな。さあ、森連で勝利見えてきましたよ、ちょっと。いけいいよ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 。あとはとどめボーダーまで持ってくだけだ。あとは3ターン分攻撃を耐えれるかどうかだな。火力は問題なさそうっすね、やっぱ。主人公がね、武器持ってんのが偉い。うわー、やばい、フリーゾーン来た。やばい、避けろ。よし、誰か避けたな。いてー。でも止まってないなら大丈夫だ。でも1体避けたのでかくって、だいぶ耐久ラインが変わってくるからね。ベギラモの方が火力出るな、やっぱ。いいね。大魔導いいね。さあ、ドラゴンブレイク打って、急降下ドラゴンブレイク行くぜよいしょよしいいよ。順調。なんだったらこのターンにとどめボーナー持ってってもいいんだよ。ベギラマほいオッケー。3玉にして、で、いけるかはいよいしょ !OK! 356! とどめもの乗ったな現場剣これはいったんじゃないかほう。もう、勝ちました勝ちましたーありがとうございましたーこんなあっさり来ちゃうのいや、こんなあっさりいけちゃうもんなの何が違うの森根の時さ、あんなに苦労してたのにさ、こんなあっさりいけんの炎の戦士そのまんまなのに。何が違うってんだこんなに楽勝で森伝って倒せるもんなの俺の4敗の苦労って何だったの返してお願い。さあ、ここからは未知の領域ですね。まあ、森伝で、オルゴデミーラを倒せるかどうかっていう ところになってくるんですけど、装備が優秀だから、さあ、まずは白目を超えましょう。オルゴデミーラ。まあね、終盤3強とも言ってたね、オルゴデミーラ。白目でも弱いはずはないんですよ。ただ、やっぱ森連で、同じ森連だけど、人型相性が発動していることと、ベギラマが強いね、正直言うと。まあ、ここ、なぎ払うか。ちょっと避け欲しいね。はいよいしょ避けたね。よし。ベギラマ。これ弱点取れるよ。いくぞベギラマ強いぞ大魔導強えんじゃねえか、やっぱ。さあ、ドラゴンブレイクいって。よいしょオッケーよっで、ファイヤー君がね、ここ打点出せないのがちょっと辛いね。ここのファイヤー君はね、打点取れないんだ。まあね、彼は赤目で輝いてくれるからいいとして、で、2ターン目、調整マストですね。行きましょう。大体の大魔は2ターン目でいいんだよな。で、最大取って、連打すれば勝てる。勝てなければ次の大魔王だ。セリカッターオッケーよーさあ、あとはトネボーダーに乗せていくんですけど、4ターン目にこいつ確定防御できます。4ターン目に確定防御ができるのがすごくでかくって、白目の場合は。おナイス返しさあ、ベギラマ打って、オッケー、いいよ。ほいおいよいしょオッケーよーで、炎の拳打って、やっぱ、装備とかモンスター変えると違うね。同じ森連なのに。スライムって弱いわけじゃないんだけどね。スライムを今回大魔導に変えてるだけなんだけどな。あとは装備がね、いたずらに強いからね。鉄の剣とかだと300ぐらいしか出ないけど、400出てるっていうのはやっぱでかいなぁ。まあね、あとはね、人型相性でね、力を 10% 伸ばしてるってのもあるから、火力がね、少し上がってるのもね、でかいね。モリエフさ、スライムよりこっちの方が良かったんじゃねえかな。しかも呪文も使えるしね、ちゃんと。呪文は安定して打点取れるしね。さあ、順調ですね。で、カツルマット使いましょう。ここ確定防御できます。で、トトメボーダーも3095。十分乗ってるんでね、仮に身も凍る雄たけびが来たとしても、まあ問題ないという感じですね。これ勝ったな、正直言うと。あ、会議言っちゃったか。まあまあまあ、いいでしょう。はい。当ててもらえば問題なし。オッケー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 、いいよいいよ。炎の拳。まあもう、身も凍る雄たけびで回復できないとこまで追い詰めてるんで、ここも問題なしに突破ですね。なんだ、森園でも全然いけんじゃん。打ち割りしたよ、こいつ。いくぜー地割れじゃあな。まあまあ、天地の方は防いで、ちゃんとしっかりね、ここは防ぎましょう。オッケー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 。まあ、白目はね、やっぱね、装備としっかりしてれば、負けることはない相手だね。問題は赤目か。さあ、必殺のエデンズフレイム、よーしよーし。まあね、最弱と言われているようなね、森連がね、勝つところを皆さんにお届けしましょうや。森連で、オルゴデミーラに挑んだ回って今まであったっけ？ないと思うんだよね。なんでして、まあ、神聖なチャレンジじゃないですか。天魔王、オルゴデミーラ、赤目です。来ましたね。いや、こいつは強えぞ。普通にやっても。いや、恐ろしい。さて、問題はですよ。打点は問題ないと思うんだわ。こいつ炎弱点なんで、火炎撃も炎の拳も通ります。んで、大魔王の与えるダメージも多分悪くないと思うんだよね。火炎撃500くらいいくんじゃない？はい。よー、いいね、500弱。強い。強いな、やっぱ。500弱。これ強いな。鉄の剣じゃそうは出ないからな。ビギナーは悪くない。269をポンポン出せんなら悪くない。天地邪法から入ってくる。威力高いんだよな、これ。避けろ。うわー、うわー、食らうなー。やっぱりね、守りは薄いからね、回避率に振ってるようなもんだから、守りは。よし、とりあえず、つばぜしますね。ここの単位叩き伏せるがあるんで、それを食らうわけにはいかないんですよ。叩き伏せに食らったらちょっと厳しいかな。厳しすぎるな。よっしゃ、オッケー。最悪の事態は防いだな。最悪の巻き方は防いだ。あとは、この森連軍団で、いけるかどうかだね、オルゴデミーラに。スライムを大魔導に変えたことによるね、利点もしかしたら結構あるかもしれんぞ、これ。これ大魔導強いんじゃねえか、やっぱ。スライムより大魔導がいいってことになるな、そうなると。まあ、チームにもよるけど、まあ、個々のね、能力はスライムはさ、それ強いんだけど、チーム単位で考えると、かなり大魔導優秀なんだよな。まあ、もちろん適材適所ってもうあると思うんだけど、大魔導強いね。でも最弱とは言わせねえぞ。森レーンが弱いなんて言わせねえぜ。初見実況者によく言われるけど。波動ね。オッケーオッケー。ここの波動は全然問題ない。そこの波動は問題ない。これは、あ、でも、ちょっととどめボーダー怪しいな。とどめボーダー乗らないか？ちょっととどめボーダーの、様子見かな？このタイミング、なんかスペシャルカード切った方が良かったか？そうだね、ダメージ KSP 取った方が良かったかもしんない。勇気は多分溜まると思うんだよね。叩き伏せ来ました。これが怖いんだ。500キロじゃないな。まあ、まだ受かるっちゃ受かる。668! 受かったけど、だ。これいけるか。はい !350! あ、これいけるかも。これ、光の玉とかでよかったんじゃねえか。じゃあ。いけるか。ほい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 、よいしょー、ナイスナイス、いったーいけたー必殺アルテマソード。いや、いった、すごいわ。森へでもいけるもんなんだね、全然。さあ、多分負けてる理由分かったわ。スライムとか大魔導の話もあるんだけど、あれだな、これ。鉄の剣が敗因だな。